はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、とうとうというかね、まあ、ウイスキーの、日華ウイスキーのブレンダーズスピリットというやつをですね、まあ、リスナーさんからいろいろ言われまして、まあ、いろいろ言われたっていうのもあるし、まあ、個人的にちょっと、じゃあ、買ってやるかってことで、ね、まあ、いろいろあったんで、まあ、買ってみました。ね。で、今日届きましたんで、早速、ね、開けて、飲んでいきたいと、レビューしたいと思います。まあ、こちら、有名な、レビュアーの、ブロガーの人が、ブロガーっていうのかわかんないけど、まあ、ブロガーなのか、の人がですね、まあ、絶賛してたということで、ね、まあ、後に聞くところによると、まあ、コメントであったんですが、まあ、あれはあの人は、日課の、ね、まあ、やばい人だと。日課関係者か知らんけど、やけにひいきする人だっていう、日課をひいきする人だっていうね、話ですんで。まあ、ね、わかりませんけど。それじゃあね、まあその人がね、その人のブログをまあ見たんですけど、まあ、とりあえずすげえ、S っていう評価を出してたんですよ。まあ、また後で飲むけど、見るけどね。S 評価を出してて、その人のブログでは S っていうのが出てなかったんです。今まで AAA とかトライエースのやつはあったんだけど、S はなかった。いろいろ見たんだけど。で、なんで、もう最強と。確かコスパが最強。コスパとか総合的な、あれだったかな。うん。総合で最強ということで。はい、来ました。60年の誇りをブレンドに込めて、こちらが数量限定で、値段が、2500円定価っていうか、が2500円だったみたいですね。はい。で、ちょっと青色のね、まあ、瓶。1956年蒸留の余市モルトをはじめ、様々な熟成年数のモルトとカフェグレーンが厚みと広がりのある、豊かな調和を実現。ブレンダーズスピリット。ということでね。まあ、能書きはいいんだよ、能書きは。まあ、能書きはいいんだよ、言う。でも、まあ、とりあえず、ちょっと見ようぜ。ブラックニッカ発売60周年、ブラックニッカブレンダーズスピリット、チョコレートのような甘い香りと、心地よいピートの、薫香、長期熟成原酒ならではの、円熟味と、まろやかさが全体を包みます。しっかりとしたモルトの味わいとほのかなビター感、カフェグレーンの甘く豊かな味わい、穏やかなピートのコクと余韻が続きます。原材料がモルトとグレーンで、アルコール度数が 43%、容量が 700ml となっております。ということで、いただきます。まあ、2500円ってことでね。まあ、俺、ずっとね、買わなかったのは、日課ウイスキーにアイスをつかしたからです。うん。乾杯。うん。いや、匂いは普通だな。案外。匂いは普通だと。なんか怪しいぞ、これ。この香りからして。怪しい。
おー。あ。あー。あ。うまい。かな？うん。あ、これはうまいわ。確かに。うん。これ確か値段が2500円って言うけど、まあ俺、今更ながら買ったんで、あれがついてるんですよ。プレミアなんですよ。プレミアついてて、確か、値段が送料込みで4200円ぐらいだったよな。うん。あ、これはうまい！味としてはマッカランだな、これな。マッカラン。これマッカランにすっげえ似てない？マッカランじゃない？甘いし。香りはあれだけど、香りはこう嗅いだ時に、大したことねえなと思ったんだけど、味はすごい。すごい力強いですね。で、甘さもあるし、燻製、うん。燻製、スモーキーさもあるし、口の中で、ぶわーっと甘さと、燻製香がブワッと広がる感じ。あ、これ美味しい。あ、これは美味しいな。マッカランぐらいじゃない？レベルとして。俺の味のレベルとして。俺の感覚として多分マッカランぐらいですね。多分マッカランとほぼ同じぐらいの味。味のその、重さと、濃さとか香りとか、その総量的に考えると、ほとんど多分マッカランと同じじゃない？これ。うん。ものすごい、マッカランに非常に近いか、まぁ、ちょっと、マッカランよくあれか落ちるかな、ちょっとアルコールの味っていうかアルコール臭っていうか、まあアルコールのその刺激っていうのか、刺激は結構あるんですよ。うん。で、まあアルコール度数 43% だけあって、やっぱりアルコールのその臭さっていうか、飲んだ時にこう、アルコールが鼻に上がっていく感じ。ブワッて。っていうのもあるし、で、口の中をこう、ピリピリするのもある。アルコールの刺激もある。で、うん、まあ、マッカランよりは多分、味としては多分、薄いんちゃうかな。だから、多分これ5000円ぐらいじゃない？値段としては。マッカラン大体6000円ぐらい。多分マッカランには勝てん。マッカラン12年。マッカランよかさすがに勝てんと思う。俺の舌だと。俺のレベルの舌だったら多分、これはこれとマッカラン比べるんだったらマッカランの方がいい。うん。ただ、値段的にこれが2500円で売られてたってなると、まだ話は別やね。うん。
マッカランが5000円ですね。アマゾンで5000円で売ってるわ。ああ、だったら、あれなんだ。4000円ぐらいじゃね。価格として4000円ぐらいの価値じゃない。マッカラン5000円で買えるってことは、マッカラン12年5000円で買えるんやんと、4000円ぐらいじゃん。それやったら、ちょうど俺が今、送料込みで、買った4200円ぐらい。ちょうどいいんじゃん。うん。多分でも、俺が思うに、マッカランよか、辛いね。辛いっていうか、その味が、結構、味じゃなくて、やっぱ、アルコールの辛さがあるんだよね。アルコールの辛さがあるけど、香りはマジですごいね。口の中に、ちょびっと飲んだだけで、ブワッと広がる。この、口いっぱいにこの、香り。ウイスキーの樽の香りと、スモーキーな香りと、ブワッと広がる。これがすごいね。うん。これはすごい。うん。うん。ちょっとブラックニッカを、いや、ニッカウイスキーを舐めていた結果がこれだよ。言うね。だから俺最初出た時は、まあ、出たっていうのなんとなく分かってたんだけど、あ、2500円かっていう時点で、まあ、多分まずいだろうなってことで買わなかった。ずっと。で、買ったのが、まあ、いや、売ってたのが、だから去年の、11月1日に発売らしいです、これが。だからそれが11月、12月、1月だから3ヶ月ぐらいでもう経ってるんで。うん。3ヶ月ぐらい経ってるんで。うん。まあでもこれはあれでしょう。2500円。のレベルではないのは確かですね。うん。これは2500円買えない。うん。まあ、せいぜい3500円の。俺、ボーモアが好きなんで、3500円のボーモア。ボーモアが3500円ですから。まあ、ボーモアと、タメ貼れるぐらいの、ウイスキーではあると思う。うん。だから同じ3500円を握りしめて、さて、ボーモア買うかこっち買うかってなった時に、ってなって、まあ、やっぱりボーモア買おうってなるけど、だから、そこやねんな。ちょっと、うん、それはあると思う。ただ、ボーモアよくはるかに香りは強いのは確かですね。ここまで香りの強いウイスキーを飲んだのは久々なのか、初めてなのかぐらいのレベルですね。うん。とにかく香りはすげえ強い。口に入れた瞬間にもう、ブワーだもんね。これはすごい。まあ、あの人が絶賛することもまあ分からん。ただあの人はね、その例の、ウイスキーのブログの人はですね、
まあ俺が飲んだことないからわかんないんだけど、あのジョニー・ウォーカーのブルーラベルとね、飲み比べてたんですよ、この人は。で、まあ若干ジョニー・アオの方に軍配が上がるみたいなことって書いてあるんですよね。ふわーっと、まあジョニー・アオ飲んだことないけどね、12,000円ぐらいのジョニー・ウォーカーブルーラベルですから、それに比べて、はぁーってなるね。で、この人の個人的評価だと、香りが AA、AA の味わいが AA、総評が S となってます。2500円で売るにはあまりにも破格、高級ブレンデッドウイスキーを飲める大チャンスって書いてあるね。まあ俺、ブレンデッドウイスキーで一番うまかったって、今まで飲んだ中で一番うまかったのが、ここに置いてある、このオールドパーですね。オールドパーが多分一番うまかったんではないかな、うん、とは思いますけど、あのオールドパーよりはるかに美味しいのは間違いないです。オールドパーこれいくらで買ったんだっけ？これ3000円ぐらいで買ったんだよな。あれ？ 3000 円ぐらいでね。オールドパー3200円とかで買ったんじゃなかったっけ？オールドパー12年。それよりはるかに美味しいですね。もう間違いない。それは間違いない。それはもう間違いない。うん、まあ、ブレンデッドスコッチウイスキーですけどね。こっちはブレンデッドジャパニーズウイスキーですけど。うん、ジャパニーズでブレンデッドだと、なんかあったっけ？ああ、でもすげえうめえな、でもな。やっぱり、これは、うまいのはうまいな、確かに。ああ、これはうまい。これは2500円だと買いだわ。ただ今4000円ぐらいですけど、まあ送料込めればね、4000円ぐらいなんですけど、まあ、4000でも買う価値あるかっつうと、まあ、でも、マッカランヨカは、ないとは思います、僕は。うん。でも、マッカランと、多分、マッカランよりかこっちの方が香りが強いと思うんですよ、多分。おそらく。あの、味の、あれとしてはね、味としては多分、味の重さっつうか、濃さっていうのかな。味の濃さだと多分、マッカランの方が上なんでしょうけど、マッカラン12年に比べれば香りははるかにこっちの方が強いと思うんで、それを、期待、するならば、4000円でも買いでしょ、これは。うん。4000円でも買いでしょ。だって、マッカランが5000円ですからね。まあ、マッカランに劣ると俺が言ったけど、まあ、でも、香りは劣ってない。逆にこっちの方が上ですから。うん。そういうことを考えれば、4000円だったらまあ買いでしょ。買いの人は買いでしょ。まあ、俺は多分、これ1本買ったらまあ、もう2本目は買わない。うん。4000円だったら買わないわ。俺は、ボーモアに落ち着くんで。うん。俺の中のランキングだと、ウイスキーランキングだともう、ボーモアが1位なんで、マッカラン2位ですね。で、3位これじゃない。実は。3位これだな、多分。いや、わからん。わからんけど、ちょっとわからんけど、あと、あ、でも、3位は、あれかな？ピュアモルトホワイトかな？俺の中で。いくらで買えたっけ？あれ、1500円ぐらいで買えたんだよな、あの時な。あの当時。今から3年前ぐらいか。ピュアモルトホワイトっていう日課ウイスキーから出てたやつが、
500ml、1500円だったっけな。そんぐらいで買えた。伝説的なうまさの、あの、アイラモルトの風味があったという伝説的なね。俺の中であれは伝説ですね。うますぎる。どうなってんだ、うますぎるっていう。レベルのが、たったの1500円で買えたっていう。ね。今もう終盤になって、もう存在から、存在自体消えたんで。まあ、コスパって意味だとそれが、3位がピュアモルトホワイトかな。いや、でもこれは、5本の指には入るでしょう。今まで飲んだ中で。ああ。これは、これは5本の指に入る傑作ですね。2500円で売るにはちょっと安すぎるぜっていうレベルの。俺が値段出すんだったらこれは4000円で売るなっていうレベルのウイスキーです。試してみたい方は、さっさとヤフオクで買った方がいいぞ。ヤフオクかもしくは、まあ売ってないと思うけど、店では売ってないと思うけど、まあ店で運よく売ってたら、急いで買っとけ。絶対飲んだ方がいいぞ。2500円だったら、確実にうまいぞ。これは買っとけ。絶対に買っとけ。これはね、コクはそんなにないんだわ。ああ。ぶっちゃけて言うと。コクはそんなにないんだ。ウイスキーとしてのコクはほとんどない。っていう、まあ、ほとんどないってこともないけど。コクっていうかね、風味なんだよね。うん。まだ結構若いんだよ。やっぱり。若さたるゆえんで、コクはないんだ、あんまり。12年とかに比べると、12年もののマッカランとかに比べると、コクはないんだ。うん。結局、所詮ブレンデッドウイスキーですよ。うん。これは間違いなく買っとけ。これは買っとけ。絶対に買っとけ。これは文句なく5つ星っしょ。3455です。ご視聴ありがとうございました。